Thank you.
U1D のアクションです。今からこのブライドルテープ、この白い、テープに、この赤いチップがついているところですが、これを、交換していきます。このようにもう、赤いチップの部分が劣化して、少し持つと割れてしまうような状態で、ここから雑音が出てきますので、これを新しいものに交換していきます。ブライドルテープが、新しく、なりました。今アクションに、組み直しているところです。各部分のネジ締めを、増し締めしたり、動きにくい部品などをチェックしながらつけていきます。アクションのハンマーのファイリングが今終わったところです。このハンマーのフェルトの先端には、古い弦の溝ができて、ギザギザになって、弦のサビもついていました。これを一つずつヤスリで削っていって形を整えて、このように新しいフェルトの面が出て、綺麗な形になりました。少しけば立ちがありますので、今からコテを当てていきます。小口の交換をしています。小口というのは、鍵盤のこの前の面なんですが、ここの、小口、古いものはこれです。変色して沿ってきていますので、このように専用の工でのみが入っているもので、これで剥がしていきます。で、ここにこれから新しい小口を貼っていきます。新しい小口を貼りました。このはみ出ている部分を元の形に合わせて、このようにグラインダーで削っていきます。この後またヤスリで仕上げをします。ブッシングの交換をしています。鍵盤のこの、今はフロントブッシングという、ここの、手前の穴に貼ってある、赤いブッシングクロスを剥がしています。このように蒸気を当てて接着剤を溶かしていきます。ブッシングクロスを貼って、今、ジグのコマで押さえているところです。こちらがバランスブッシングクロスのコマで、こちらはフロントのクロスをこのようにジグで留めています。デッドオフで接近の、調整をしています。鍵盤を押し下げ始めて、ハンマーが弦の手前、2ミリぐらいで、ジャックが抜けるように、このレギュレーティングスクリューを回して、調節していきます。今は、空取りをしています。鍵盤を押し始めると、すぐに、動きが伝わるように、このようにキャプスタンを工具で上下しながら回していきます。ダンパーの総上げをしています。このような工具で、アクションの前から奥にあるダンパーのワイヤーを
動かしながらダンパーが一斉に同じタイミングで上がるようにワイヤーを曲げていきます。